いや、たべくんね、僕ね、ゲームのね、主人公を一回やってみたいなと思ってるんですよ。ゲームの主人公。そうあれやったらね、僕ね、すごくね、いい役だと思うんですよ。いい役、うん、いい役ってどういうことですか。そういうことなんですよ。はい、ゲームの主人公がやりたい。そう、将来やりたいなと思って。だからちょっと今日さ、その説明書書いてきたからさ、ちょっとこれ読んでくれる？読むってどういうこと？読んでちょっと体験してくれる？体験？ゲームの体験してくれればね、分かるか、どんなゲームからいいかとか。格闘ゲームなのね。そうこれは様々な敵を倒していく格闘ゲームです。説明書ってことかな。そう、説明書だ。じゃあ、この説明書通りに君を操作していけばいいの？そう全部俺に言わすんじゃないよ。そういうこと。なんだよこれ。いきますよ。よし、じゃあまずは、ガードっていうコマンドがあるみたいなので、ガードをポチッと。もう一回ポチッと。なるほど。挑発っていうのもあるんですね。それをポチッと。かっこいい。いいな。そういうふうに動いてくれるんだね。そう。で、パンチとポチッと。おや？ポチ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 。弱いね。え？こんな弱いね。じゃあキックは？あとポチッと。できない。やれよ。できないじゃない。やってもらっていいからね。じゃあ必殺技はあとポチッと。シュンシュン風よ大地を。いやもうパワー貯めてないとめっちゃ攻撃されてるんですけども、やばい、このままじゃ負けちゃうじゃん。もうとりあえずじゃ適当に押しますね。じゃあそれをポチッと、ポチッ、できない、ポチッ、ポチッ、ポチッ、できない、ポチッ、できない、ポチッ、できない。めっちゃ弱いなこいつ。なんなのこれ、すげえ弱いじゃんもう。おじゃ、ここ甘えるっていうのもあるんですけど、それをポチッと。お母さん、アイス買ってー。いつ使うのね。絶対勝てないでしょ、こんなの。これ、ピンチの時に1回だけ使える超必殺技っていうのがあるみたいですよ。じゃあそれをポチッと。地球、宇宙、そして未来。おー、なんか強そうだね、強そうだね。逆だよね。逆、ね、ぐるぐる回ったのが当たんだったら逆だよ。だからもう一回やってもらっていいか。じゃあそれはもう一回ポチッと。お前もいた。できない。やれよ。できないじゃない。やってもらっていいからね。このゲーム、これ格闘ゲームだけど、これクリアすることできるの？できない。なんだこのゲームって。多いです。どうもありがとうございました。普段の中で漫才とかコントとかやっておりますのでね、はい、もっといろいろやりたかったんですけど、がっつりネタをやってしまったので、ね、時間がないんでございますけども、はい、じゃあ最後に2回ずつのほら、やりなさい。なんかやりたいことがあるでしょ。やりたいことがあるんですよ。ちょっとね、せっかくだからちょっと一発ギャグね、やりたいなと思ってて、ちょっとさくらワニコとちょっとね、はい、ちょっと一発ギャグ対決しようぜ。一発ギャグ対決。せっかくだから、みんな見てくれてるから。そうです。そうですか？なんかあれなんでしょう、ダンスバトルみたいにやりたいんでしょ？そう。ああ、なるほどね。これからね、次ダンスがありますからね。そうですか。ダンスバトルみたいにやってみましょう。はい。じゃあ先行俺でいくかな。それは行きましょう。じゃあ行きましょう。はい。よし。じゃあワンクッション佐藤の一発ギャグ。お仏壇の外側。もうちょっとこっちが笑ってくれたよ。はい。ダンスバトルみたいに曲流したらいいんだよ。曲ちょうだいよ。よし、よし、いいぞ。いいよ。さあ、続いて、さくらワニコでございます。よろしくお願いいたします。よし。じゃあ、いきます。さくらワニコの一発ギャグ。みんな集まれ。8時だよ。全員就寝。そうだね。世代がさ、そういうことでございます。オールジャンル受けるでしょ。頼むよ。続いて、先行ワンクッション佐藤。どうだ。オッケーさ、相手してね。早く。できた。なんでだよ。やってもらっていいかさ、時間がないんだよ、もう。
この後炭素の子たちがやんだからあれ、そうね、うん、もしかしたらあの人あの歌ってる人だよ、もしかしたら歌ってる人だよ、この人めちゃくちゃだよ、めちゃくちゃやらせんなよ、めちゃくちゃだよ、もうなんで交互にやっていかないの、はい、待って今の脳幹ですからね、よろしく、はい、もしもシリーズ、もしも、野球のボールがミートボールだったら、やめたね、やったから前やったからこれ。ずるい、なんか知ってる人もいるよ、多分見たことある人もいるよ。新しいのいきますか、はいはい、上毛かるたギャグ、薄い峠のセクシーショット、いいじゃないいいじゃない、笑ってますよ、地元の人が全然受けてないんだぞ、地元の人さっき私に耳打ちで、俺ここで何のギャグもまだやってないやつあるって聞いてた、ひどいね、なるほど、頼むよ、雨降って The Alphi、 まあまあいいじゃない、まあまあいいじゃない、クスクス、あの一発ギャグは基本クスクスみたいなもんでございますからね、まだいける、行きましょう、うん、行きましょう、行く、これ最後ね、じゃこれが最後だ、はい、おい、いいガールズ、Fly so high, follow me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 , then be。 はい、終了。はい。うん。またなんだ。なんでだ。なんでだ。人形が臨月。結果だよ、結果的には、結果的にはそうです。あ、変わらないですよ。はい。あのじゃあ。こんなんでね、一応お笑い芸人やらせていただいてまして、ね、だいぶ超特急でやってしまいましたけど、はいはいはい、お時間の方がね、この後まだあのダンスの子たちがありますから、はい、我々邪魔しちゃいけませんからね、一応はい、ワンクッション、そしてさくらワニ子というあの女芸人でございました、一応ね、Facebook、Twitter とかね、はい、あの TikTok やってますんで、あのもしよかったら、TikTok やってんの、やってますよ、35、6のおじさん、おばさんが言うなよ、やってないの、ギャグやってないよ、35だよ、もうこっちはマイクを外すよね、わかんないですね、やれよ TikTok、 わかんないよね、これは分かりました、はい、そうでね、あのもしどこかで見かけたらまたよろしくお願いします、はい、一応この後、はい、岡田パックスの方でまたね、ちょっとやりたいと思いますんで、もしよかったら見に来ていただければ幸いでございます、はい、以上、お笑いコーナーでした、ありがとうございました、ありがとうございました。